日本岩手県二子市上房次長上房次長は岩手県二戸市の地名。2006年1月1日までは岩手県二戸郡の自治体であり合併により二戸市の一部となった際に旧上房次長の区域が二戸市の町名として引き継がれた。郵便番号は028から 68XX 及び028から 69XX で小技ごとに設定されている。 この記事では、合併前の自治体としての乗防次長と現在の二コ市の一部としての乗防次長の両方について述べていく。町のほぼ中心を南西から北東に向かって流れる安岐川の流れに沿って交通が発展し、やや川下の開けた部分に乗防次子所などがある。さらに下流でマブ川と合流し、二コ市街地に至る。旧乗防次長時代は町内に5つの大技があり。 大技に続き、小技を表記した。日越との合併時に大技は廃止され、上房次長大技時が、上房次長の表記に変更された。ただし他の大技と名称が重複していた小技については、例外となる。郵便番号についても大技ごとに付されていた。旧番号は、上房次長合ージに廃止され、小技ごとに設定される、現在のものに改められた。 ニコシ合併前、JR バス、東北上防寺駅や北県和野から、太平洋側の八戸に抜ける、和野街道と及び並行する高速道路が、上防寺を通過する。八幡大市の足路ジャンクションで、東北自動車道から分岐する八戸自動車道の最初のインターチェンジである、上防寺インターチェンジがある。ありがとうございます。